今回は中村天風の運命を開くを1分で紹介する。メジャーリーガー大谷翔平選手は中村天風の著書運命を開くを熟読していた。哲学者実業家で知られる中村天風はどんなことを教えているのか。アメリカ大リーグで日本人として20年ぶりの MVP に輝いた大谷翔平選手。その大谷選手の愛読書が中村天風の著書運命を開くである。中村天風の教えは西武ライオンズ元監督の広岡達郎氏、京セラ名誉会長の稲森和夫氏、テニスの松岡修造氏、そして東郷平八郎、原敬、山本五十六、パナソニック創業者の松下幸之助などの著名人をはじめ多くの人が人生の指針としている100年続く本物の教えをぜひこの機会に学んでみてはいかがだろうか。